あれおかしいな。どうしました？いや、算数の教科書がないんだよ。算数の教科書がないだと？そうなんだよ。確かロッカーに。消えた教科書。なんだなんだ？これはある生徒が実際に体験した話らしいんだが、うちの学校ではたまに教科書がなくなるらしいんだよ。怖い。いや、怖くないよ。何そのよくありそうな話。学校の七不思議万年。うちの学校には七不思議が7つある万年。七不思議が7つ、49個もあるの？今のは5つ目の七不思議の6番目の話。多いな。消える教科書だ。だから怖くないって。でもこの話はこれで終わりじゃない。教科書がなくなった生徒は3日以内に。え？何？3日以内に？ロッカーから身に覚えのないカビたパンが。怖い。嫌だけど怖くはない。名作、算数の教科書返しとくね。ああ、そうか、スイーツに貸してたんだ。ということは、そういうこともある。ほら、やっぱり七不思議なんてデタラメなんだよ。そんなことはない。うちの学校ではいくつもの心霊現象が確認されている万年。へえ。聞きたいか？いや、別に。走る人体模型。いらないって。これはある生徒が見たらしいんだけど、うちの学校の人体模型はみんなが寝静まってから廊下を走っているってさ。それは怖いかも。夜中にそんなの見ちゃったら。いや、走っているのは朝6時までに。いや、早朝ジョギングか。健康的だ。なんか嘘くさい話ばっかりだよ。嘘じゃない。ある生徒が見たんだ。いや、その毎回出てくるある生徒って誰なの？ともかくボルトもそんな変な話覚えてないで、ちゃんとした名作を覚えた方がいいよ。そうとも限らないですよ。ん？日本の怪談話や海外のホラーにも名作と呼ばれる作品はたくさんあるんです。ロクロクビやノッペラボ、フランケンシュタインなんかも文学的に認められている、まさに名作なんですよ。ボルトの怖い話の中にも名作が隠れているかもしれないです。でもなんか嘘くさくて聞く気にならないんだよな。ボルトが実際に見た話はないの？何もないな。やっぱりね。まああえて言うなら、昨日誰もいない音楽室からピアノの音がしたもんね。十分怖いのあった。よし、じゃあ今日の放課後みんなで見に行こうよ。ということで来てはみたものの、何の音もしないね。普通の音楽室。無理やり怖く言うな。でも昨日は絶対にピアノが聞こえたもんね。昨日は誰かいたんじゃないの？いや、この音楽室には生徒は勝手に入れないはずですよ。そうなんだ。じゃあ今どうやって中に入ってるの？職員室から鍵をかっぱらったもんね。何やってんだよ。しかしよく考えたら、誰もいない教室のピアノが勝手になるわけ。なった！今ピアノがみんなで逃げ足早っ！ちょっと一人にしないでよ。名作だな。拙者でござるよ。あ、三線帽子。拙者いつも放課後にこのピアノを弾いているでござるよ。ああ、そうか、三線帽子がピアノを弾いてたから誰もいないように見えたのか。ところで、拙者はドアの隙間から教室に入るんだけど、名作殿はどうやって入ったでござるか？うわ、そういえば早く鍵を返さなきゃ。音楽室の鍵を勝手に持ち出した生徒は直ちに職員室に来なさい。逃げるなよ。いや、これ今日一番怖い。めでたしめでたし。らめしやー。怖かった？ある意味ね。なんなの、お寺になんか呼び出して。夏の夜にお寺でやることといえば肝試しに決まってるだろ。ああ、肝試しがしたかったのね。ここにいるのはお化けじゃなくて危ない坊さん万年。いや、これは噂なんだけど、このお寺には出るらしいんだ。40万年前に足をくじいて死んだ原始人のお化けがな。40万年も前なのにまだ出るの？足くじいただけで死んだの？でもスイーツはめちゃくちゃ怖がってるぞ。今ので？恨み飯やー。やめたれや。ということで2人1組で行くことになったんだけど、いやー、楽しい肝試しだったね。よし、帰ろう。今から行くんだよ。肝試しなんかして本物のお化けが出たらどうするんだよ。大丈夫だって。ほら、まずこのお墓を抜けて、お墓古井戸まで行って、古井戸お寺に戻ってきたら、お寺ゴールだってさ。ゴール。怖がりすぎだ。ゴールはいいだろう。お化け怖いよ。大丈夫だよ。ほら、みんなとっくに先に行っちゃったよ。裏飯やー。いや、これはみんなが怖がらせようとしてるんだよ。ボルトでしょ？違う、俺はあれだ。狼男だ。狼男。狼男か。あれ怖くないの？お化け以外はね。魔女だぞー。お化けじゃないね。幽霊だー。お化けじゃないね。いや、幽霊はほぼお化けじゃない？カッパだぞー。珍しいね。強盗だー。そうだね。火事だー。うちも気をつけないとね。お化け以外何も怖くないんだな。どうやらこのお寺はお化けがいないみたいだ。すっかり平気そうだな。1枚2枚。え？なんて？なんか今井戸の中から声がしたよ。またボルトたちが隠れてるんだな。3枚4枚。あ、1枚足りない。数を数えてるみたいだよ。これはあれだ、怪談番長皿屋敷だね。皿屋敷？江戸時代の怪談話でね、お菊さんって人がご主人様の大事にしていたお皿を割って井戸で死んでしまうんだ。それからというもの、井戸の中からお皿を数える声が聞こえてくるっていう怖い話なんだよね。とにかくお皿がなくて困ってるんだね。お皿がないんですか？違います。パンを食べたらもらえる応募券を集めるとお皿がもらえるやつがあるんですけど、その応募券が1枚足りないんです。お皿の応募券かい。これかな？ありましたよ。落としますね。助かります。なんだこの肝試し。お寺に戻ってこれたぞー。これでゴールだね。スイーツも最後まで来れたんだな。隠れて脅かしてたのに、途中から全然怖がってなかったもんな。あれじゃ怖がらないでしょう。古井戸のお菊さんなんか意味わかんなかったよ。古井戸？お菊さん？古井戸では何もしてないもんね。そんなことないでしょう。5枚。あ、ほら。誰かが脅かそうとしてるじゃん。でもここに全員いますよ。あれ？ということはさっきのってひょっとして、まさか本物の幽霊？あ、お化けじゃないのか。いや、怖がれ。めでたしめでたし。着いたぞ。ここが竜宮自然公園キャンプ場だ。キャンプ楽しみ。テント張ってさ、ご飯作ろうよ。自分冷凍チャーハンがいいっす。僕電子レンジ持ってきた。二人ともキャンプの良さってもんが分かってないな。ん？電話かな。おいおい、誰だよ。携帯の電源なんて切ってろよ。キャンプの良さが分かってないっすね。お前らが言うな。でも誰の携帯だろう。携帯じゃなかった。めっちゃバイブレーション。なんでそんなに震えてるんだ。俺たちは今日キャンプ場に来てはいけなかった。なんで？今日は13日の金曜日、ジェイソンが出る日だ。ジェイソン聞いたことがあるぞ。何者なんすか？いや、聞いたことはあるけど名前を聞いただけで全然知らないんだ。なんだよ。いいか、ジェイソンっていうのは俺もそこまで詳しくないもんね。なんだよ。ということだからいつものやつお願い。オッケー。ジェイソンっていうのは13日の金曜日ってホラー映画に出てくる怪人で、キャンプ場にやってきた若者を次々と殺していく超有名な悪役だよ。はいはい、なるほどね。いつもの名作の映画出てきて説明するやつをやってくれてありがとう。毎回これだよな。ワンパターンっすね。お前らが聞いてきたんだろ。ともかくここはジェイソンが出るタイプのキャンプ場かもしれないんだ。出るタイプのキャンプ場嫌だな。よし、ここの管理人さんに聞いてみよう。そういう人は今まで出たことないですに。よかった。よくない。なんでだよ。めっちゃ怪しいよ。っていうか、あの人がジェイソンだよ。そんなわけないだろ。僕が確かめるよ。おじさんなんて名前ですか？ジェイソンですか？上級で聞くなよ。名前は教えられないに。怪しい。でもイニシャルは J だからみんなはジェイさんって呼んでるよ。変な呼び方。でもジェイソンじゃなくて J さんだったっすよ。ジェイソンのイニシャルも J だから。それにジェイソンのトレードマークってのは白のホッケーマスクだよ。管理人さんが何かぶってるか見なよ。おじさんがかぶってるのは白のホッケーマスクですか？だから直球で聞くなって。これかい？これはオフホワイトのホッケーマスクだよ。オフホワイト。白じゃないっすね。よかったー。オフホワイトはほぼ白だろ。絶対あの人がジェイソンだよ。確かにちょっと怪しいけど、マスクが白じゃなかったからな。白だよあれは。それにチェーンソーみたいなもの持ってた。山小屋なんだからチェーンソーはあるっしょ。切るっしょ。まあ実際のジェイソンもチェーンソーは持ってなかったらしいしね。あれ、そういえばスイーツはなんか、はっはっは、ジェイソンなんて出るわけないだろ。僕はトイレにでも行ってくるよみたいな感じで一人で出て行ったぜ。ホラー映画で殺される人っぽい。確かに戻ってくるの遅いっすね。なんだこの不気味な音は。これはあれだよ、ジェイソンが現れる時になるやつだよ。自分ちきってきたっす。大丈夫だ鶴子、いざとなったら俺たちが守ってやるから。おいしい。頼りになる。出たー。何をしてるんじゃ。助かったー。いやー、シーズ、頭どうした？食虫植物に頭をかじられてたんだ。想像とは違うピンチ。よく戻ってこれたっすね。助けてもらったんだよ。誰に？私だよ。ジェイさんがチェーンソーで桃の先端ごと切り落としてくれたんだ。食虫植物の方切れよ。でもこんな時間にチェーンソー持って何してたんすか？それはね。なんですか？それはこれだよ。うわー！切るっしょ。夜やんなくても。なんだかんだで楽しかったっす。また来てね。うちは13日の金曜日だけ営業してるから。なんだそのキャンプ場。でもここがジェイソンが出ないタイプでよかったもんね。うん、うちは絶対ジェイソンは出ないね。ジェイソンは普通に音量や自爆霊は出るね。二度と来ません。めでたしめでたし。こうどうした？僕がしてた怖い話にスイーツがこわーって叫ぼうとして、その直前に気絶したです。そんなタイミングで？でも気絶するほど怖い話なんてあるの？知らないのか名作。旧校舎のトイレに女の子のお化けが出るって話を。トイレの花子さんみたいだね。何それ？有名な学校の階段だよ。誰もいないはずのトイレを3回ノックして、花子さん遊びましょうって言うと、おかっぱ頭の女の子がいてトイレの中に引きずり込まれるんだ。誰もいないはずのトイレって言ったあたりで気絶してましたよ。めんどくせえな。ちなみに旧校舎のお化けの話は誰から聞いたの？それはあの男です。あの男？メシア。お前か。あと裏メシアな。ご飯屋さんみたいに言うな。俺はうちの学校に7つあると言われている七不思議を広めているのだ。出た、49不思議。多すぎるし変なのばっかりなんだよな。どうせトイレの女の子の話もデタラメなんでしょ？違う！旧校舎のトイレには本当にお化けがいるんだ。これは俺の知り合いの幽霊に聞いた話なんだけど。もう嘘っぽいんだよ。今は使われていない旧校舎の真ん中のトイレを3000回ノックすると。3000！ ドアが壊れるからやめた方がよくて。だろうね。壊れない程度に数回ノックして、花子さん遊びましょうって言うとトイレの花子さん姉妹が現れるんだ。3姉妹？ 3 人もいるの？ 3 人でトイレに引きずり込んでくるんだけど、個室に入れられたが最後3姉妹と合わせて合計4人。めちゃくちゃ狭いんだ。狭いからなんだ。全然怖くないよ。何？怖くないんだったら名作一人で旧校舎行ってこいよ。いいよ別に。旧校舎は勝手に入ったら退学らしいけど怖くないんだな。じゃあ怖くなってきました。旧校舎怖え。見つかったら退学になる。このトイレのドアを数回ノックしてから、花子さん遊びましょって言うと返事が。ちょっと男子いるんですけど。ねえ、本当に出た。何が出たよ。こっちのセリフよ。ここ女子トイレよ。そうよ変態。ちょっと待ってよ。確かに女子トイレだけど、もう使われてない旧校舎のトイレだから。旧校舎だったら何なの？旧校舎だったら女子トイレに入っていいの？何不思議なこと言ってんの？これが学校の七不思議ってやつ？違うわ。七不思議は君たちのことでしょ。何こいつめちゃくちゃ失礼なんですけど。誰が不思議なのよ。だって君たちお化けの花子三姉妹だよね。はあ？お化けとか失礼極まりなくない？あ、ちょっとこの子泣いちゃったよ。女泣かしてんじゃないわよ。そうよ。誰も泣いてないじゃん。もうこいつ個室に引きずり込もうよ。やめてよ。あ、触らないでください。いや、この子が掴んできたんだけど。女の子を勝手に触らないでください。用を足した後洗ってないで触らないでください。用を足してないわ。っていうか君たちお化けじゃないならこんなところで何してんの？ああ、何その質問。やばくない？トイレにいる女子に何してたのって聞く？いや、そういうことじゃなくて。失礼極まりなくない？こいつもう個室に引きずり込むべきじゃない？なんだそれしか言わないな。はあ？マジ個室だわこいつ。ともかく君たちお化けじゃなかったら一体何なの？それはあれよ、私たちもののけよ。似たようなもんじゃねえか。っていうことで個室に引きずり込みまーす。やりー。お前ほんと個室好きだな。ごちゃごちゃ言ってないでこっち来なさい。やめてやめて。個室。うわー、個室。狭い。はっ。おい名作どうだった？いただろう、トイレの花子三姉妹。いた、マジでいたなあ。そして俺は一つ新しい不思議も仕入れたまんねん。新しい不思議、どんなのですか？これは知り合いの物のけに聞いた話なんだけど、旧校舎の女子トイレに男子なのに入ってきて、ここは旧校舎だから別にいいだろって言ってくる変態が出るって噂まんねん。旧校舎の変態、あ、それは広めないでください。めでたしめでたし。ボールとバスターズ。ボールとバスターズ。どうだどうだと言われても、俺はあの名作映画ゴーストバスターズを見て感銘を受けたまんねん。ああ、それでそんな格好してんのね。ゴーストバスターズって何ですか？ゴーストバスターズっていうのは幽霊を退治する男たちの映画だよ。背中に掃除機みたいなマシンを背負ってて、それで幽霊を吸い込むんだ。ちなみに俺のマシンは掃除機みたいなやつではなく掃除機だ。吸引力が変わらないやつなので幽霊も吸える。無理だよ。映画を見てな、俺もゴーストバスターズならぬボルトバスターズを結成したのだ。ボルトバスターだとボルトを退治することになるんじゃねえの？そんなもん結成して何するですか？もちろん幽霊退治さ。ちゃんとチラシに電話番号も書いて学校中に貼っておいたからな、そろそろ依頼が来る頃だろう。そんなうまくいかないと思うよ。来た、依頼の電話だ。本当に来た。何言ってんの、鳴ってるの僕の携帯だから。はい、もしもし。名作こそ何言ってるんだ。俺はポスターに名作の携帯番号を書いておいたもんねん。幽霊退治お願いします。自分の携帯でやれ。依頼された場所はここだな。古い洋館だね。出そうな雰囲気はあるな。いいか、もしゴーストを見つけたら俺を呼ぶんだぞ。大きな声でボルトーと呼べ。分かったな。はーい。のきょも。へーい。むすびも。ほーい。お前も。ほーい。ボルトー。自分で自分を呼ぶな。みんな落ち着け。まずは相手が悪霊かどうか確認するんだ。そして悪霊だったらこれです。どうやって悪霊かどうか確かめるの？簡単だ。幽霊なんてのは全部悪霊だ。確認しろよ。じゃあお兄さん、イエスかノーで答えてください。え、俺？本人に聞くんだ。私は悪霊である。ノー。答え出たじゃん。人間を殺したことがある。ノー。人間を恨んでいる。No. 数分の遅刻を繰り返す人間にイラッとする。No. 怒ってるって聞いた時に怒ってるって答える人間は怒ってるし、怒ってないっていう人間も怒っている。Yes. 悪霊だー。この診断ではわからないだろう。君ら俺を成仏させに来たのか。まあそんな感じっす。そうか。でもな、俺はどうしても成仏するわけにはいかないんだ。どうして成仏できないんですか？聞きたいか。俺がこんな姿になってもこの世に残り続ける理由を、俺の怨念がこの館に残るその理由を。なんだか雰囲気が変わったぞ。よしよし、悪霊っぽいぞ。悪霊なのを喜ぶな。俺がこの家を買ったのが20年前。ごくり。しかしちょうど入居の日、俺は死んでしまったのだ。新築で美しかったこの一軒家がどんどん汚れていく。俺はそれが悲しくて成仏できないでいるのだ。そんな理由で成仏できないのかよ。これは悪霊ではねえわ。でもこれならなんとかできそうじゃない？この掃除機はこんなことするためのものじゃないまんねん。それが本来の使い方だよ。できたぞ。おお、新築同然の綺麗さだ。これで俺も成仏できそうだよ。あ、幽霊が消えていくよ。ありがとうありがとう。今だ、ボールとバスターズ。吸わんでも成仏するから。結局ゴーストを捕まえることはできなかった。成仏してくれたんだからいいじゃないですか。しかし依頼主の口コミで我がボールトバスターズの評判はうなぎ登り。え？いやだから引き受けてるのは幽霊退治なんですよ。掃除じゃないの。ただ来るのは掃除の依頼ばかりまんねん。せめてボルトの携帯でやってくれ。めでたしめでたし。